どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、パチンコで驚いたギミック&素晴らしいギミックのお話をしていきたいと思います。はい、というわけでね、今日はパチンコトークでございます。はい、まあね、今日のテーマはですね、ギミックと言いましたけど、まあ簡単に言えば、パチンコのね、役物でございます。はい、まあ筐体とか液晶状とかそういうのを含めた上で、私の中で素晴らしいと思って焼くもの2つ。あと、びっくりした。まあ、あんまりいい意味じゃないびっくりした。腹立つって意味で1個ご紹介していきたいと思います。はい。まずですね、素晴らしい方の2戦ということで、まず紹介したいのが、享楽のですね、前の筐体でございます。これは素晴らしかったね。ちょっと名前わかんないんでね、前の筐体とかふわふわしたこと言いますけど、まあできればね、画像差し込んでおきます。この筐体です。はい、機種で言うとね、必殺仕事人4から、搭載された筐体ですね。要はサプライズボタンが真ん中にある。でこのサプライズボタンがね、やっぱね、良かった。今でこそね、最近のパチンコってまあすごいじゃん。焼くものがすごいというか、無駄遣いというか、アホというかさ、もうここにこの上の方にタイヤがついてたりとかさお人形さんついてたりさ全く意味のないものでしたけど、まあ当時ね、まだその俺が言う今回の享楽の旧筐体に関してはちゃんと考えてた。うん、ワクワク感もありつつ、パチンコの従来にないプラスアルファみたいなところで、あの享楽のね、旧筐体はよくできてた。でやっぱ一番目に行くのがサプライズボタンっていうね、真ん中にあるでかいボタンなんだけど、やっぱね、あのボタンのでかさがね、やっぱ興奮した。何これみたいな、やっぱワクワク感もあったし、期待感もすごかったのよ。うん、もちろん事前にね、どうなるか知ってたけど、やっぱ実際にあれがポーン飛び上がってきた時の、おーい、やべ、楽しいみたいなさ、あれはワクワクしたね。あれはやっぱ享楽がね、ほんと他のメーカーよりね、4、5歩先に行ってたもんね。うん、他のメーカーには絶対ない発想だったもん。あれ素晴らしいね。で、当時の享楽がイケイケだったんでね。最近もちょっとまだ復権してんのかな。低迷期があって復権してるけど、まあその低迷期の前の話なんで、面白いではイコール享楽みたいな時代だったんでね。で、その享楽が当時の新筐体っていうことでそれ出した時に、あ、もう他のメーカー勝てねえなっていうレベルまでなったね。これは感じた。うん。で、ハンドルは、まあ、P フラってのはもともとその前の筐体からあったんですけど、今度は風が出てくるっていう。ツン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 ってこの辺にね、ツン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 って風が当たるんですよ。もう最高だったね。やべえ、風出てる。いやー、あの筐体素晴らしい。享楽の旧筐体はね、ほんと100点つけてもいいぐらいです。はい。なんで、素晴らしい筐体、素晴らしい役物ですね。ごめんなさい。素晴らしい役物は、まず1個目。享楽の旧筐体ということでございます。はい。で、2つ目。素晴らしい役物2つ目。これはですね、初代創世のアクエリオンの役物でございます。はい。まあね、当時ね、まだね、まあいろいろ役物出始めてたけど、今ほどのバリエーション当然ないわけですよ。もう初代アクエリオンっていうともう十数年前の代なんで。で、まあ今もね、アクエリオンシリーズっていろいろ出てるわけですけど、やっぱり初代のね、まあ演出面においては初代以外はもうほんとゴミですけど、役物のインパクト、素晴らしさっていう意味でもやっぱね、初代が一番すごかった。はい。まああの時代ね、三強の全盛の時代だったんですよ。これから言わせてもらうと。うん、もちろんその前の話はわかんないけど、俺はその前は打ってないから。でも俺が始めた頃なんですけど、やっぱ三強の全盛期。うん。もうパチンコといえば三強時代だったね。もう続々面白い台出すみたいな。っていう中で、アクエリオン、初代のアクエリオンなんですけど、要はさ、ウィー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 って合体、ロボット、合体してロボットができるんだけど、液晶が全部隠れるぐらいのね、大迫力の役物がこう合体するっていうのは、もう当時なかったから素晴らしいね、あれ。うん。うわぁ、なんか大興奮したもんね。ウィー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 っつって。上と下の焼くものが合わさって、ロボットになって、アクエリオンロボットって言っていいかちょっとわかんないけど、液晶を覆い尽くすみたいな、これ素晴らしかったね。
いやー、あれは興奮した。で、もう疑似、当時ね、疑似4まであって、疑似4行ったら薬物完成確定なんで、4行った瞬間に、やべえ、薬物来る、薬物来る、ウィー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 つって、あれよかったー。うん。まあね、今でこそね、あの画面を覆い尽くす役物とか多分いっぱいあるんだけど、あれの走りっすね。うん、だいぶ走りだったよ。役物、当時の役物でインパクト、あれ以上にインパクトあるものはしばらく出なかったと思うもんね。うん、画面を覆い尽くす役物って意味では、三京さんはちょっと面白かったね。ちょっとね、多分それ以降他のメーカーもかなりかかっていろいろ役物考えたりとかしてたと思うんだけど、あの当時あのアクエリオン役物一択じゃないかな、凄さっていう。うわ、すげえって思わせられたもんね。うん。まあ今でもやっぱり他のメーカーはそういうののパクリ、まあパクリパクられの世界だからあれだけど、やっぱ初代アクエリオンのインパクトほどの役物はなかったもんね。うん。結局。あの時代あれは本当に素晴らしく、先駆け的に素晴らしかったね。意味もあったしね、ちゃんと激アツだったし。今の意味のない役物とはちょっと違います。まあ、というわけでね、素晴らしい役物2つ挙げさせていただきました。そしてね、びっくりした役物というか、筐体ですね。で、まあ腹が立った。まあ要は今までのパチンコを打ってて唯一ビビった役物あります。何だと思いますか？リングの手？残念。違うですね。もう発表しますけど、CR 吉宗3でございます。はい。まあ、ちょっとね、打ったことない人結構いるんじゃないかな、ダイトっていうね。パチンコではもうあんまり大したメーカーじゃないので、パチスローのメーカーなんですけど、まあ、そのダイトが出したね、吉宗3、まあ、3じゃなかったら本当申し訳ない。多分3だったはずなんだけど、まあ、AKB タイプみたいな感じのスペックの台なんだけど、その、ギミック俺全くギミックを知らずに打ったんですけど、初打ちの時に。やべ、どうなんのかなーと思ってたら、RTC、当時 RTC 全盛みたいな時があったから、RTC が入ってたのよ、吉宗も知らなくて。うん。で、うわ、なんか歌みたいな始まった。わ、RTC 大嫌いだから、うわ、始まったなと思ってた瞬間、台が、ドーンみたいな。うわっ！もうほんと壊れたと思ったからね。やばい、台崩れてきたと思ったら、そういう筐体だった。腹立つ。思い出しても腹立つ。あれめっちゃビビったよ、俺。もうね、こう、わかりづらいかもしれないけど、これがね、台だとして、こう、俺がここにいるとしてだよ。こう崩れてくんのよ。もう、うわーってなるじゃん。びっくりした。要はなんかね、こう、中がこう、要はここが、台が、これがボタンになってるんだよね。ピューンって飛び出してボタンになって押し込んで、っていう演出が入ってんだよ。それが RTC だと常にこの一定のリズムでグーングーンってなんだけど、この一発目に出てきた時にもうはっはっってなんだよ。もうね、しょうもないことすんなボケって思ったね。あれは腹立った。だから俺はもうここでね、びっくりしたとか言ってるけど、もう腹立った役物ですよ。あれは間違えてる、吐き違えてるね。驚かせるっていうこと。でも怒ってる。うん、ほんと怒ったね。あんなことされたら。そりゃ怒るよ。でさ、ぼーっとも当時もぼーっと打ってること多いから、あら、RTC だなーと思ってこうやって打ってんのに、ブーン出てくるから、台が、ブーンはっはっってなんのよ。ほんとに。これ打ったことないとわかんねえと思うけど、これ絶対なるからね。ぼーっとしてると。ほんと台崩れてきたって思うから、あれはね、ほんと俺の中で最悪、ワーストワンです。そういう意味で。びっくりしたとかって言って喋ってますけど、ワーストワンっていう意味で腹立つ。まあ、びっくりはするけど、全然良くない。しかも、別に気持ちよくあんまなかったしね。押した時の感触とか。って意味でね、腹立つ役物として、CR 吉宗3上げさせていただきました。はい。本当にビビるから。もうね、もうホールいないから、当然検定も切れてるから。ゲーセンとかだったらちょっと、もうねえかな、吉宗釣り。もう実機買ってもらいたいぐらい。あ、マジでビビるから。ビビるし、何もねえし、RTC だからね。ただ、ずーっとこれで前に出る、出ない、出る、出ないがずーっと続いてるだけだからさ。あ、マジでビビる。あ、ほんと腰砕けそうになる。はっはっはってなる。いや、最悪。
もう文句言ってだけだよね。もうほんと腹立った。まあびっくりしちゃって意味でそういう意味でナンバーワンですよ。いろいろなある意味込めてね。というわけで、まあ、今日はね、素晴らしいパチンコのね、役物2戦と、びっくりした、まあ、過去クソの役物1個のね、お話をさせていただきました。はい。皆さんはね、どんな、役物好きですか？ぜひね、コメント欄で好きな役物、嫌いな役物あれば書いてもらえれば幸いでございます。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していきますと、このように動きますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。